ランデスから打ったので、小園が打ったのが今日初めてのヒット。デトロライデの打球ですが、意外と伸びているぞ。なんだ伸びて、おお、グッバイ。同点弾が生まれました。田中康介、今シーズン第2号。カープは見事に同点弾で試合を振り出しに戻しました。したかったんですが、村さん、見事、まあ、でも見事に打ち返したんじゃないですか。これ初球には顔の近くにボール来てましたから、踏み込んでも行きづらいというところでは、これ左バッターのチャンスと思っていたんですが、ホームラン回答ですか。少しやや外折りでもありましたけども、見事な田中康介の今シーズン第2号。